私たちはアミンチュを応援しています。冒険、発掘、アニメに特撮、旅、旅、旅、そして体操、ライブ、みんなでニュースを作ろうよ。知ったかぶりかいつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。1月1日琵琶湖の日プロジェクト2014明日のおっさん琵琶湖一周アンニャの旅、今年も開催決定。1月1日琵琶湖の日をみんなに伝えるために琵琶湖一周を歩いて旅をする安のおっさん、これまでに3周も歩いていて延べ600キロにもなるんだって。すごいよね。そして今年2014年も5月初旬からスタートして1月1日のゴールを目指して、那須のおっさんが琵琶湖の周りをぐるっと歩いて旅をするよ。みんな4週目の今年も応援してあげてね。じゃじゃーん。いやー、もうアンヤまで残すところわずかになってきらったな。ドキドキするな。今年もいろんなことを待ってらるんやろな。あ、そうそう、今年は嬉しいことあったんよ。県内のいろんな企業や団体さんが1月1日琵琶湖の日のこのアンヤを応援してくれることになったんよ。どうもお気に入り、皆さんありがとう。ほら、こんなに業さんの企業さんやで、嬉しいな。あ、これでわしも気合入れてガンガン歩けるっちゅうもんやで。それからそれから、アンギョに向けて続々とプロジェクトは進んどるんよ。次はこれ、じゃじゃーん。アンギョに来てくれたみんなに配ってるカード、今年も作ったで、これ。去年は1万人以上のみんなにこのカード配って琵琶湖の日のことを伝えて歩いたんや。今年も一般の人に配りたいな思てんね。それからそれから、この間写真撮影をしてたポスターができたで、これ。じゃじゃーん。今年のわしは空中に飛んでるで。これぐらいの勢いで琵琶湖一周行けたらええのにな。ということで琵琶湖一周の計画はどんどん進んでらるよ。また続々お伝えしていくな。おきに。テクテクかいつぶり、おおおおお。アンギャ言うたら今年もあの歌やな。わし練習しとかなあかんな。おいに来てくれてありがとう。キンコンカコ、キンコンカコ、キンコンカー。5月2日、大津港からスタートです。テクテク、かいつぶり、いつぶり、1年ぶり、今年もやってきました。1月1日、琵琶湖の日、やすのおっさん伝えてらった。わし、今年も歩くわな。みんな、交通ルールを守って応援してな。テクテク、かいつぶり、雨降りゃ、ほか無理、今年もぐる回ります。琵琶湖一周200キロ、ヤスのおっさん歩いてらった。5月2日、大津港からスタートです。
大つなぎさ音楽市2014にアミンジョがやってくる。コアラジーのライブにミニ忍者ガーショーもあるよ。コアラジーのライブで大人も子供もシャウトしよう。今度のねアミンジョライブちょっと違うんだよね。デコルすごいらしいね。そうなんだよ、何が違うかってね、ゲストゲストが多いんだよ。おお、楽しみ。アミッチプロジェクトの看板ママ小西あゆかさんが登場してくれてね、伝説のお子様カンフー、おそれからパリパリプリン、おそれにね、お知ったかぶりかいつぶりの歌もね何曲か披露してくれるんだって。さらにねゲスト忍者が変身するね田代健介くんが来てくれるんだよ。変身して、ちょっとしたバトルもね、繰り広げてくれるそうだよ。さらにさらに、パンコジさん長浜ちりめんね、一緒にまたあのみんなの前に披露しようかなと。さらに自堕落体操の、体操のお姉さんコノミンもね参加が決定したんだよな。生コノミンと一緒にねみんなで自堕落体操踊らないって、たくさんのゲストと一緒に僕たちライブするからさ、ぜひ見に来てね。4月29日11時半とお昼2時、来てね。コアラジーの歌聞いてね。この星の下にいても僕が誰かは僕が決める。ロックスグループがどんなでも僕が誰かは僕が決める。レギュラー外れて補欠でも僕が誰かは僕が決める。君への愛が届かなくても僕が誰かは僕が決める。星屑みたいな人生が10時間でたった3日で通り過ぎるとしたら僕が何をしたいかは僕は知ってる。君を笑わせてやりたい。ただ君を笑わせてやりたい。ただ君を笑わせてやりたい。提供でお送りしました。